タージマハルレイ病複合の主要部の平面プランタージ、マハル病の基礎アフマドラーホーリーは、アーグラのタージマハル病の建設を監督した建築家であることが有力視される人物。アフマドラーホーリー、より詳しくは、アハマドミイマール、アルラーハウリーあるいはウスタード、アハマド、アルラーハウリーは、詩人で、技術者のルトフラー・ムハンディスの父親である。なお、ルトフラーの息子で、 同じく詩人で、マンタキャブ・コラザット・アルヒサーブという著作がある、イマーム・ティーン・ラーホーリーは孫にあたる。ルトフラー・ムハンディスによると、アフマド・ラーホーリーは、ラーホールで1580年に生まれ、1649年に亡くなった。バダフシャーンからヒンドゥースターンに移住してきた家系の生まれである。1630年代に始まったタージマ・ハル病や、 シャージャハーナーバードのラールキルアの建築に携わった。バダフシャン地方の一ムガル帝国のシャージャハームが暴行のために建てたタージマハル病の設計者について、シャージャハーン時代の出来事を伝える同時代資料は何も書いていない。そのため設計者については諸説あり、例えばミール・アブデル・カリームとする説もある。シャージャハーン時代の同時代資料は、 ムハンマド・アミーン・カズイーニとアブドゥル・ハー・ミドラー・ホーリー、それぞれの年代記が知られている。アブドゥル・ハー・ミドラー・ホーリーは、シャージャ・ハーンが自ら建設事業にのめり込んでいたことを強調する。アブドゥル・ハー・ミドラー・ホーリーによると、シャージャ・ハーンは、豪華な建築物を新しく建てることに対して、 他のムガル帝国のシャアたち以上に興味を示し、毎日のように建築家や設計者と話し合いをした。そして、熟練建築家がよく考えた上で、設計の変更を申し出れば、シャアはそれを高く評価し、的確な質問を返したと記す。ウスタード・アフマドラー・ホーリーは、そうしたシャア・ジャハーンの宮廷を抱えの建築家の一人で、あった。マンドゥにある碑文によると、アフマドラー・ホーリーは、 デリーの赤い白の設計者の一人である。また、後世の詩人のルトフラーム・ハンディスの作品中の言及によれば、アフマドはタージマ・ハル病の建設工程を監督したという。21世紀現在では、アフマドラー・ホーリーが、おそらくタージマ・ハル病の設計者であろうとされている。ありがとうございます。